それでは今回はアフターデジタルについて解説したいと思います。この本を読んで僕が伝えたいことは3つあります。1つ目がモバイル決済により購買行動のデータが取り放題って話、2つ目がアフターデジタルとは何なのかって話、3つ目が OMO 型ネットスーパーについて解説していきたいと思います。まず最初にモバイル決済により購買行動のデータの取り放題って話をしたいと思います。中国っていうのはデジタル先進国だって言われます。特にモバイル決済の普及っていうのは中国社会を大きく変えました。中国から学べることっていうのはたくさんあります。アリババグループのアリペイっていうものがあるんですけど、ショッピングとかタクシーとか電車などの交通費の支払いとか自動販売機、さらには個人間の割り勘までありとあらゆる決済が完結します。モバイル決済が浸透したことで消費者の購買行動のデータが取れるようになりました。この人が何をどこで買うのかが可視化できるようになったってことです。皆さんの買い物の履歴、電子マネーとか使うと思うんですけど、データをたくさん取ってるんですよ、企業っていうのは。そのデータによって次この人は何を買うのか、もうほぼほぼバレてるってことです。これで可能になったのが信用経済、評価経済っていう考え方です。信用とか評価をビジネスに活用するってことです。ウーバーとかをイメージしてもらえれば分かりやすいと思います。ウーバーのドライバーっていうのは評価とかが基準になって給料とかが決まります。中国にもタクシーの配車アプリで DiDi っていうものがあります。 DiDi っていうのも3つのデータを使ってドライバーごとのユーザー満足度っていうのを測っています。1つ目が配車リクエストに対する応答時間です。ユーザーが配車をリクエストした際にドライバーがすぐにリアクションしたかどうかです。すぐにリアクションしている人っては反応が良くて評価がたまるってことです。2つ目は配車リクエストを受けた後のユーザーを待たせた時間です。リクエストをするとユーザーに到着推定時刻っていうのが通達されます。ドライバーがこの通達通りに到着しているかどうかっていうのを評価のポイントになります。3つ目が安全運転かどうかです。これっていうのは GPS とか加速度センサーから収集されるデータによって判断できます。ドライバーっていうのはこれらの要素によってランクっていうのが分けられます。評価に合わせてランクが上がって、ランクが上がればドライバーの給料も上がるっていう仕組みです。ドライバーっていうのは努力次第で給料を上げることができるようになってるってことです。ユーザーにとっても快適にタクシーを利用できるっていうメリットがあります。このように評価基準、評価経済っていうのが生まれているってことです。購買行動とか消費者の行動によってどんどん変わってきているって話です。続いて平安保険グループの事例っていうのを話したいと思います。中国平安保険グループっていう保険会社があります。平安保険は1988年に中国の深圳で創業しました。2017年からの1年で株式時価総額が倍増して約21兆3000億円に到達するなど急成長を遂げています。急成長を遂げた理由なんですけど、平安グッドドクターアプリっていうものを開発したからです。保険っていう商品っていうのは被保険者が怪我をしたりとか入院したりすることがない限りユーザーと企業との接点は全くないです。平安保険っていうのはこの弱点に着目しました。医療とか移動とか住居とか娯楽といったライフスタイルにまでサービスを拡大して顧客との接点を作ったってことです。でこのアプリっていうのは会員数が1億9700万人いるって言われてます。このアプリって主に3つの機能があって、1つがアプリ上で開業医に問診できる機能があるってことです。例えば子どもの体調が悪くてどうしたらいいのかわからないという場合にアプリで質問すると医者から2分以内に回答がもらえて、例えば今すぐ病院に行った方がいいかとか安静にしておけば大丈夫っていうことがわかるようになってるってことです。そして2つ目の機能が病院の予約の機能です。医者から今すぐ病院に行った方がいいとアドバイスをもらった場合、その場ですぐ予約ができるってことです。3つ目がユーザーが歩くだけでポイントが貯まるシステムです。貯めたポイントっていうのはアプリ上で健康食品とか美容品とか医薬品に変えられます。この機能が一番の肝だと思うんですけど、1日に1度アプリを開いて歩いた分を換金するっていうボタンを押さなければならないっていう点です。なのでユーザーっていうのは1日に1度必ずアプリを開くっていう仕組みがあるってことです。このアプリによって保険の事業の売り上げに貢献しました。ポイントは2つあります。1つ目が約2億人のユーザーとの接点を作ったってことです。1日に1度アプリを開いてユーザーに対して平安保険が見せたい画面とか動画を出して自社商品をリコメンドすることができたっていう点、またもう1つがアプリが営業ツールになるってことです。営業員が勧めても保険をすぐに買ってくれない人にはアプリのダウンロードだけをしておいてもらうってことです。するとデータという形
形で潜在顧客の行動が見えるようになります。データを見た平安保険のコールセンターは営業担当者に対して、あなたがアプリに新規登録をさせた A さんはあの後がんの情報をある程度調べた上で、無料問診サービスでお医者さんにこんな相談をして、来週病院を予約したところなのでぜひ連絡してこんな感じの話をしてみてくださいといったアドバイスをします。アドバイスを受けた営業マンっていうのは A さんに電話をして、最近体調大丈夫ですかと、病院とか行ってませんかって聞きます。重ねて、そういえばお子さんがいらっしゃいましたよねと、一緒に病院に連れて行かれるのって大変じゃないですかと、その日私は時間があるのでお子さんを見ておきますよなどと提案ができるってことです。保険商品の違いって各社微々たるものなんですよね。保険が売れるかどうかっていうのは、こういった親切な営業マンがいるかどうか、これで売り上げは大きく変わるってことです。このアプリによって平安保険っていうのは急成長したってことです。続いてアフターデジタル時代の OM 大型ビジネスについて解説したいと思います。これまでリアルとデジタルの認識っていうのはオフラインのリアル世界が中心で、付加価値的な存在として新たなデジタル領域が広がっているだったんですよ。これをビフォーデジタルって言います。これは何かっていうと、リアルがメインでネットっていうのはサブだったってことです。例えば飲食店であれば店舗っていうのがメインで配達っていうのはサブだったと。でも今っていうのは Uber Eats とかが流行ってる通り、飲食店って言ってもオンラインがメインのことって結構あると思うんですよ。例えば Amazon であればオンラインがメインですよね。このように今っていうのはアフターデジタル、リアルじゃなくてデジタル、オンラインがメインになってるってことです。オフラインとオンラインの主従関係が逆転した世界をアフターデジタルって言います。オンラインがメインでリアルっていうのはサブだってことです。アフターデジタルはモバイルや IoT とかセンサーによってリアルな場所や行動が常にオンラインに接続することで実現する世界って言われています。このアフターデジタル時代において成功する企業っていうのは OMO という思考法を備えています。 OMO っていうのは何かっていうと、オンラインとオフラインを融合して一体のものとした上で、これをオンラインにおける戦い方とか競争原理と考えるデジタル成功企業の思考法ってことです。要はオンラインとオフラインをごっちゃにして、オンラインがメインだっていう考え方ってことです。具体例として OMO 型ネットスーパーフーマーの紹介をしたいと思います。フーマーっていうのはアリババが運営しているスーパーです。フーマーっていうのは実店舗でもオンラインでも注文ができるようになっていて、店舗の 3km 圏内なら30分以内に配送してもらうことができます。フーマーの実店舗には店員がたくさんいて、彼らっていうのは顧客対応はもちろん、オンラインから入ってくる注文を端末で受けて、商品棚から商品をピックアップして配送用のバッグに詰め込む作業も行います。配送用バッグをハンガーにかけると、ベルトコンベヤーが動いて、ハンガーにかかった配送用バッグが店裏の配送センターにたどり着きます。そこには配送ドライバーが待機していて、彼らの手によって顧客のもとに届けられると。このフーマーを使い取っているのはさまざまな人がいます。会社帰りに店舗によって実際に商品を確認して購入して、手ぶらで帰って30分後に自宅で荷物を受け取るとか。ここで面白いのが、店舗で商品を購入する場合も配送してもらう場合もアプリでの注文が必要ってことです。なぜアプリを使うかっていうと、冒頭で話したように購買データを手に入れることができるからです。その人にぴったりな商品とかクーポンなどがアプリに表示される仕組みになってます。購買データがなぜ必要かっていうと、スーパーにおいて商品棚のラインナップとか在庫の最適化を行うことができるからです。フーマーでは店舗ごとに品揃えが全く異なります。でも売れ残りはほとんどないんですよ。なんでかっていうと、アプリの注文の購買データによって、どんなお客さんが何の商品を買うか、スーパーなんか近所の人が来るんで何が売れるかっていうのを事前に分かってた方が仕入れがしやすいからです。それではまとめいきたいと思います。まず最初に話したのが、モバイル決済が浸透したことによって、あらゆる消費者の購買行動のデータが取れるようになって、この人が何をどこで買うのかが見えるような時代になってるってことです。僕たちって電子マネーとかいろいろ使うと思うんですけども、全てデータっていうのは企業が集めているってことです。
続いてアフターデジタルとは何なのかって話です。リアル世界っていうのがデジタル世界に包含されてオフラインとオンラインの主従関係が逆転した世界のことをアフターデジタルと言います。今までっていうのはオフライン、リアルがメインだったんですよ。オンラインっていうのはサブだったんですよね。それがもう変わってきてるってことです。オンラインがメインでオフラインがサブだってことです。以前解説した動画でしょぼい企業っていう本があるんですけど、その動画で僕が解説したこととして、飲食店っていうのも今はネットで流行らせてからリアルで出店する方が成功しやすいっていうデータがあります。このように今っていうのはデジタルがメインだってことです。最後に OMO 型ネットスーパーの事例としてフーマーっていう会社を紹介しました。このようにスーパーであってももうオンラインを無視できなくなってるってことです。アプリで注文を取ることによって購買データを集めることによって在庫管理だったり仕入れの管理をして最適化していくと。これらっていうのは今後ビジネスの現場においてデジタルとかネットっていうのは欠かせなくなってきてるってことです。日本っていうのは正直遅れてます。中国は先行ってます。オフラインがデジタル世界に包含されるアフターデジタルな世界がもう実現しているってことです。このアフターデジタルな世界において成功を収めている中国企業の事例、そこから分かる価値パターン、これらを知ることで僕たちっていうのは今後のビジネスにおいて成功しやすくなると思います。全てがオンライン化していく世界のビジネスの在り方っていうのはこの本で学べます。日本は今中国からたくさんのことを学ばなきゃいけないです。それがアフターデジタル、今後どんどんビジネスっていうのはデジタル化していくってことです。この動画を見ていただいて感想とか気づき、コメントあればメッセージをお願いします。チャンネル登録、評価ボタンクリックいただければ励みになりますので、ぜひよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。たくさん本を出版しておりますので、ぜひ Amazon の書籍ページもご覧いただければと思います。また LINE アットではセミナー情報、無料で有料動画のプレゼントなどをしておりますので、ぜひご登録お願いします。チャンネル登録、評価ボタンのクリックをぜひお願いします。